はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージサバイバルやっていきたい。さて、とりあえずイーデンが帰ってきておりますね。新規エリアは発見ならず。なかなか新規エリア見つからんね。果樹園気になってるんだけど、果樹園がなければリンゴが手に入らない。ちょっと待ってよ。とりあえずクエスト完了させておくか。クエスト完了です。さて、キャンプ8日目のパート25、かまどの裏を掃除しよう。イエイ。あ、一気に結構思い切りいったね。うう、重たい。手首をひねっちゃったみたいです。イーデン、大丈夫ですか？見せてください。大丈夫です。なんとか我慢できます。意地を張らないでください。もっとひどくなったらどうするんですか？一旦座って休みましょう。大丈夫、これくらいへっちゃらです。うん、本当に大丈夫ですか？無理しないでください、イーデン。大丈夫です、ソフィア。ゆっくり動けば平気です。大丈夫じゃないじゃないの。プロジェクトはきっと成功する。だが今となっては、うーん、たまたまあるものもある。だがな、今現状として、ちょっと待ってね。困ったなっていう状態だね。一回、これを、待ってよ。こっちか。これで、水の、コップ一杯の水を、どうだっけ、作ろう。はい。こっち全然使ってないな。なかなか、この状況にならないもんね。これがあるよっていう、余ってるよっていう状況。あ、そうだ。シードの話も行こうか。では、ガルルル。うん。あれ？ここだよね。ここ、あ、オッケーオッケー。これが？あと一個。ちょっと待ってね。オッケー、シード、おやつだぞ。うん。私のモケモケな毛。待ってよ。4と3。4と3。ギリギリ。あ、もう一個いるんだ。なるほどね。これと育てる。これでオッケー。愛するパパ。ん？待ってよ、シード。写真を加えてどこ行くの？ボン。埋めちゃダメだって？じゃあ写真に封をする必要もなかったんだね。もしかしてそもそも埋めるつもりはなくて、僕に写真を見せたかったの？ボンボン。ただ君の宝物庫を紹介したかっただけなんだね。そうでしょ？
ワン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 。私を前の飼い主と同じくらい慕ってくれているみたいで嬉しいよ。あはシードシード英子やな。かわいいね。モケモケな毛だしね。モケモケな毛って言い方がすごいかわいいよね。モケ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 。待って、もう一個。これと。と。問題は？こっちか。このリードの、くっつけるやつみたいのが。みたいなのが。4ついるのか。2位。うん。待ってよ。並べておこう。こんなとこか、でも。うっかり合成しないようにして。あと2個いるね。ただもう回復がまた出る。10分ぐらいあるんだよね。10分は結構大きいよ。さて、じゃあメインです。メインだけど、どうする？どうするってレベル。あ、いけるいける。合成合成。で、これも合成合成。合成。よしよし。やっとね、ここまで来た。で、これで、エネルギーできたな。で、しばらく置いとくか。で、今、作るべきは、まず包帯作るかな。丸太、そう都合よくは出んか。あ、よし。いや、あんまりよくもないけど。丸太一段収集。ほい。これって、レベル2。よし。うん、製パンの練習。ほい。だ今日のあんまり美味しくないんだよね。切手は割とね、どこからも出てくる感じだから。そんなに、美味しさは感じてない。じゃあ、まあ、メインのもの作るか。まずはね。あ、蒸留機ができたらしいよ。糸巻き作りたいけど、けどなんだよね。けど。糸巻きとクレヨン。けど。まずこれだな。カンナの、いや、2個上か？ 2 個どころか3個上。3個上か。まず作っておこう。足りんくなったら考えよう。その時に。ザ、行き当たりばったり。いやでも正直このゲームね、個人的に、やっぱスペースを気にして、タスクが進められないのはあるんだよ。スペースがないからちょっと、タスク進めるのをこっちやめとこうみたいなのは。イベントこれやるのは無理だなとか結構あるんだよね。それがね、いいか悪いか別として、割とそういうことがあるよという感じ。
どうしようかな。じゃ本来だったらどんどんやりたいんだよね。回収。体力がなっていうのが全部前提に来る。体力がないからできないなっていう。葉っぱ、いや枝、うん、売る。今枝いるやつないよね。であとクレヨン、よし設計する。本当はね、ミツバチ、このピンクッションが作りたいけど、お金まあまあくれるんだよね。なんとかスペースを融通してね、なんとかやっていきたい、やっていきたいけどちょっともう無理か、ちょっと折れるのが早かったかもしれん。心が折れるのが、いやーどうしよう、どれも捨てれないよねっていう。え、でもまあこれかな。このまままた塞がるよこれ。どうしよう。この空間が塞がってしまう。困ったね。やばい。どうしたらいい。うん、やけにこっちばっかり出るな。これひょっとしてレベル4って片方しか出んとかある？あ、そうでもないか。ごめん。偏見だった。独断と偏見に満ちてた。謝罪いたしますって感じだよ。ね。あれ？今間違えた気がする。今間違えた気がする。しゃあないね。戻せない。終わった。うわー、この状況か。この状況で終わるのきついな。いや、素直にこれ作っときゃよかったかな。いやーちょっと打って隙間を作って、もうしゃあないよね。これをするしかない。お？これは作れるぞ。ひとすくいのね、水が。こ、じゃ水1コップ制作。よし。水の存在が命をね、分けますからね。生存を分けますから。この上。あ、珍しく出たな。今ね、これ在庫がゼロなんだよね。なんか、いつの間にか消え失せた。まだだ。まだだ。慌てるな、慌てるな。いいぞ。これで湿気を防ぐ。よし。あと3つですね。包帯を巻く、切る。
まあ順当にいくと包帯を巻くかな。体力そろそろレベル上げる。ちょっとで上げてもいいか。それともこのスペースを食っている無限を使うべき。5分とか使っちゃうか。いいよね、使う。いいよ、5分なら多分そこまで激レアではないだろう。うる、さすがにスペースがきつい。もうちょい上、もうちょい、ちょいでもないのかな。うる、あ、違うんです。たまにずれるな。これ包帯を巻く、あとは切るか枯れ草を除去かってところだな。まず切るを作りかけるか。これ売ろう。これがなので、まず切るを作りかける。その過程で手袋が出るんだが、ちょっと待ってよ。薬は、そう、しょうがない。で、切る1個上だよね。スペース足りる？足りる？これ。あ、これ。これか。収めてしまった。もう勢いに任せて。え、また出るよね。頼むぞ。また出てくれ。やばい。手袋、あ、出た。よし、切る。キャンピングカーの整理。キャンプを整理。ガスバーナーかな。出たらいいなってくらいかな。じゃあ、釜を作りますか。釜。こっちは。釜を作るんだ。釜結構上なんだよね。気軽に募集してくるけど、ちょっとも気軽じゃない。うん、うる、うる。小銭になっていいななんてね、思うわけです。さてさてさて、このスペースでやるのもだいぶストロングスタイルな気がするな。うる、スペース足りるかこれ。待ってよ、6、5、4、3、2、いけるか。いける。いざとなったらこいつを売る。定めなりできた。これは売る。枯れ草を除去。そして一応確認、切手ゲット、重複、いいんですよ。仏のような心でね、考えていこう。じゃあそしたらね、キャンプ8日目パート26、食料倉庫の土台を立てよう。はい、土台が立ちましたよ。ここにね、あ、なるほど、キッチンの裏っていうのは理にかなってるな。重いものは私が運びます。怪我をしたまま無理をすると治るものも治らなくなってしまいます。
今までのことに比べれば、こんなの無理のうちにも入りませんよ。あはは。まったく、イーデンはね。イーデンのポジティブさは、私に力を与えてくれますよ。ありがとう。はい、頑張りましょうね。この場所を守るわ。守れてるだろうか。なるほど、マルタ。おやつ。トゲを整える。どれもちょっといけそういないな。ね。まず、水平を合わせる。さっき合成してしもうた。まあ、次回までに収めれるものは収めておくか。そうだなぁ。丸太が厳しいかなぁ。また木を買ってこないといけない。おやつを食べる。ちら、ちら、ちら。向こう見てきたら終わるか。無限はいつの間にか終わっていた。あ、回復してる。あ、ちょっと行ってくるか。よし。こっちじゃないよ。この、リードの補助みたいなのがいる。オッケー。シード、お散歩行こうか。写真、カメラ。これと、マックスか？レベル4か。再度行っていこうか。オッケー。こんなこともあろうかと、複数個作っておいたのだ。もう一個ぐらい作っちゃってもいいか。こんな感じで。うちのママだよ。靴下。ちょっと待ってね。と。なるほど。終わった。あと待機ですな、また。これレベルが。あれ？これじゃない。こっちか。ダメだ。もう、こっちだと思い込んでた。再び。よし。あれ？回復待ちになった。でもせっかくなんでちょっと使ってみるか。こうだよね。でもあと一個これが出たらね、大丈夫なはずなんだ。そこで、これです。よし、くんくん、似合うぞ。ご飯。お皿が出ないと始まらない。お皿は出にくい。ああ、さすがにだな。次回かな、これは。しゃあないね。これと、餌皿。こんなところかな、今日は。なかなかシードの方も終わんなくて。ソフィアさんの方、先にやったけど、ソフィアさんの方はそれはそれは大変だったけどね。これはこれで大変だな、シードの方も。なぜだ？ちょっと待って、いるのは、結構、カップラーメンの上だもんね。なんでこんな硬いんだ。
んかこっちがやけに出るね。やけにそっちが出るね。あ、おやつを食べる。これどうしよう。こうかな。ペペロンチーノは仲間がない。ないです。これって体力使うっけ？使わないんだった。毎回聞いてる気がするな。使わないんだ。使わないのありがたいね。それ現状ダイヤよりお金が大事かも。情けない話ですが、足りてない。圧倒的足りない。これでマックス。でもうどうやら月始めにインベントリの開放というか倉庫の開放、違う、サブバッグか、サブバッグの開放が半額になるのは毎月固定っぽいんですよね。なのでもう月初に合わせてお金を持っておこうという現状目論みですね。この辺どうしようか。カップ麺はともかくとして、いや、あってもね若干困るだけのような気もすごくするのですが、とりあえず次回までにこの出てるものはとりあえず全部やっておこうかなと思います。半額になったら、まあそうだね、9600ぐらいで、9600ぐらい、まあまあのあれだけど、まあ、約1万ぐらいで一マス開くので、まあ、それまでの我慢かな。でちょっと待ってね、よいしょ、一応確認。でも無限20分とか出たらちょっと今からできないから、後日にしよう。もう次回割と開幕使ってみるか、ガチャ。こんなとこっすかね、今日は。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。あ、ちなみにログイン坊さんの方はね、ちょっとずつ回収しております。では失礼します。